廃炉と賠償費用が18兆円にも膨らむとされる東京電力の救済策の第1弾です。経済産業省は東京電力福島第一原発の廃炉費用を確保するため新たな積立金制度を設ける計画を示しました。経産省が提示した案は東京電力の送配電子会社などの利益を積み立て廃炉費用に充てるというものです。送配電事業が大きな利益を出すと電気料金を値下げして還元することになっていますが、福島第一の廃炉費用が想定より兆円単位で膨らむ見込みで新制度を設けることになります。ただ電気代だけでなく電線の使用量の値下げも難しくなるため新電力の電気料金の値下げにも影響が出ることになります。また他の原発の廃炉についても送電線の利用料金に上乗せする案などが提示されました。いくら乗るかもわからないし、いつまで乗るかもわからないし、回収する側としてはすごく回収しやすい方法だと思うんですけど、それだともう本当に消費者としては知らない間に取られていたみたいなことになると思うので。